はい、じゃあトコチ、またエーストレーナーちょっと使って、今日はサーブですね。この間あのストロークとボレーまでしかちょっとねあのご紹介できなかったので、はい、ちょっとサーブの練習方法というか、まあ、使ってどういう風に感覚があるかっていうのをまた今日もやっていくので、この間ねさお送りしたと思うんですけど、左ですね、ペチンって言ったんで、気をつけてまず振る練習からやってみましょうか。ちょっと恐怖ですよ、はい、まあ、まずまあ一番下まで落としてもらって、で、まあ、当たるそのボールが動く位置ですね、ここまず確認です。もう感覚なのでもうフォームとかどうはもう気にしないで、ボールをこうすでにぶつけないことだけ考えてもらって、そうですね、やってもらえればいいので、それが一番大事、今どの辺でこうとなってますか。今ここら辺頭のまあてっぺん右前ぐらいかな、そうですね、ここ、まあ、頭の上ぐらいか、離れてるのがいつもの打点も大体それぐらいで、そうですね、こんな感じです。ラスト、はい、じゃあちょっとこれでラケットに持ち替えてもらって実際にサーブを、今どっちかというとフラットサーブ系の感覚でした。そうですね、フラットサーブ系のフラットサーブ系の練習を打ってもらって、お、すごい飛ぶ。飛ぶ。今の感じで練習してたから。同じ感じで今振ってます。同じ感じで振ってます。すごい飛びます。じゃあトスの位置とかはやっぱりちょっとこう考えないといけないですね。そうですね。あ、いい感じ。ナイスさ。これいいですね。例えば一人はこうやって練習してて、ウォーミングアップしてて、あ、いいっすよ、打ってて、あ、でも、どうですか。まあ、あのこれイメージはね、この間も言いましたけど、やっぱ試合前のウォーミングアップでこれを使って、今まあ試合にこう入ったっていう感覚だと思うんですけど、どうですか。振り切ることができる、ちゃんと当たりがやっぱ良くなってる感はある。そうですね。お、いいっすね。ナイスサーブ。私打点は頭の上っていうよりかは少しちょっとだけ前なので、ってなるとちょっとこの振り方ももしかしたら変わってくるのかな。そうですね、ここら辺、そのあたり、そう、あ、ここ今の完璧。ここで OK、私の場合はね。なるほど、多分そ、個人によってか、まあそうです ね変わってくるから、じゃあちょっと僕も今振ったんで、はい、今日も僕もね、サーブ今日まだ初なんで、僕ね結構ねこうフラットサーブ打つと最初の方肩痛いんですよ、それがあんま痛くなかった今、だからこうやっぱ肩周りのストレッチにもいいですよね、前で打とうとすると、ボールが離れるのが結構ここら辺になっちゃう、なので低いところね、そうなのでちょっと、なんだろうな、親コーチサーブ打つ時に結構こう上に持っていこうっていう話をしてるじゃないですか、そのイメージでやってあげると、あ、なるほど、ね、ちゃんとボールがあの上にこう来てくる、スピンサーブの時に言ったやつだね、上に向かって振るって、そうフラットでもやっぱそういう感じはあるよね。ありますね、上から下は絶対ないよね。そう、上にあるものを下に叩きつけるってやると絶対ネットにかかるから、なんか前に飛ばそうと思って前にこうやろうとすると、あ、それも逆にあれか、そう、下行っちゃう、下に行きやすくなっちゃうので、ちょっとね上にこう、持ってあげるイメージ、なるほどね、そうそう、持ってってあげるイメージでやってあげると、うまく、なるほど、ネットしないね、そうですね、ちょっとやっぱ回転かかって落ちるよね、フラットなんだけどやっぱりこう最終的にはちょっとストンと落とす感じになるから、スト
ストロークでいうとフラットドライブ系の感覚になりやすいね。そうですね、うん、まあ、サーブであんまりフラットドライブって例えばしないですけど、うん、でも今みたいな感じでちょっと下からスムーズだねっていうのを意識してあげると、ね、ああ離す位置、ボールが当たる位置を意識してやるといいね、うん、OK、OK、結構いい感じに。そうですね、フラット系とか、まあ、他のサーブでもね、スライス系でもやっぱりちょっと上に持ち上げるという感覚がやっぱ出てくるので、うん、そうです ね。なのでこの練習の時もあんまり前で前でこうなんか振ろうとするんじゃなくて、うん、ちょっと上にしっかりとこう上げてってあげるイメージかな、うんうんうん、そこで話したけど、ね、上に、あ、なるほどね、うん、やっぱ全体のこのやっぱ蹴り上げとここの腕のシナリオを戻すっていう感覚だよね。うんうん、こういうで、ここがやってあげるとかね。わかりました、まあ、ちょっと簡単ですけど今日こういう感じで、はいはい、紹介な、まあ、純粋にこう感覚の練習なんでね、うん、やっぱりこう肩を大きく使ってすごい今思ったらストレッチでもいいなっていうのを僕感じましたね、うんうん、そうですね、うん、すごい、はい、とにかく当てないようにそう、これ禁止です、常だけ気をつけてもらう、はい、あと周りの方ね、気をつけてやってください。はい、はい、ありがとうございます。